えております。山谷君。平時の時の、海上の自衛隊警備できないんですね。ですから海上保安庁の改正は当たり前ですけど、それだけしたって全然不十分です。領域警備に関する法案の整備とかですね、それからですね、今中国や韓国のいろんな外国の漁船がですね、いろんな違法操業をする、それの対策のための国内の漁業組合に安全操業してもらえるように経営安定するようにということで予算つけてたんですが、年々削られてきて、ついに今年で終わりって言うんですよ。こういうことだってありえないと思いますよ。もう少し細かく目配りしながらですね、人を集めたらいいと思います。何が今や足りないんだ、どこをどうすればいいんだって、口だけじゃなくてですね、行動で示してほしいと思います。それからですね、あそこには尖閣モグラ、尖閣サワガニ、希少生物があるんです。でも全く昭和50年から調査が行われていないんです。今どうなってるんでしょうね。野生のヤギが1000匹も森を荒らしているということも言われています。環境省や農水省やですね、総務省やですね、石垣町は固定資産税とか生態系の保護のために上陸させてくれって言ってるのに全く許可しない。東京都もですね、8月28、29日行きたいから許可してくれって言ってもまだ返事出さない。東京都に上陸許可出さないなんてありえないですよ。国民の皆さんが14億円寄付してですね、買う具体的な作業に入るために上陸をして調べたいっていうの、これ当たり前の話ですよ。今日今ここで総理の判断で当然のことだから、平穏かつ安定的維持管理のために東京都の上陸を調査を認めるというふうにおっしゃっていただけませんか。野田総理大臣。平穏かつそして安定した管理を維持管理する、継続をするという観点での判断、これは過去の政権もやってまいりましたけども、基本的には私ども政権もその視点で判断をしていきたいと思います。東京都からの申請はおととい受理しておりますので、これ29日にという上陸許可の申請でありましたけれども、検討をさせていただきたいというふうに思います。山谷君。海上保安庁巡視船、今付近は6隻、7隻でやってますね。しかし中国はですね、大型の監視船を作る、今建造中ですね。そしてそれを常駐させるんだって言ってるんですね。しっかりと情報収集してですね、日本の海が守れるような体制というものを作ってほしいというふうに思います。それから無人国境離島だけではなくて、有人の離島ですね、それは離島振興法可決しましたから、一歩前進なんです。しかし予算がつかなければこれ実現しませんので、日本というのは本当に島々に人々が住んでくださることによって国土が守られているわけでございますから、しっかりと対応をしていただきたいというふうに、思います。私が法案提出責任者になって出しております自民党から無人国境離島を管理する守る法律、これもですね、国土交通委員会で早く審議してほしいんですよ。ところがですね、民主党に私は政調の部会にですね、説明に行きたいって言っても何日に来いって全然言ってくださらないんです。もう2ヶ月経ってます。ねえ、今の答弁と全然やっていること違いますよね。無人国境離島まだちゃんと調査終わってません。きちんと調査をすると、そして内閣が基本方針を作る、そして標識とか必要ならば灯台、港を作る、護岸工事をする、定期巡回をする、環境上必要な時や自然保護のための何かを政策をする、そして特に必要な島は国が収容することができる、当然の法律を今出しているんですよ。なぜ民主党は邪魔あるいはサボタージュしてきちんとした手続きを進めてくれないんでしょうかね。野田総理、この話聞いてますか、お耳に入ってますか、いかがですか。野田総理大臣。ちょっと事情が分かりません。法案の中身は今ご趣旨をざくっとお聞かせいただいたんで、中身としては私は問題意識が共有できる部分はあるように思いました。なぜそういう形できちっとヒアリングできてないかちょっと分かりませんので、コメントしようがありませんけれども、さまざまな法案の中身、本当に具体的に出すものがあるならばよくお聞きをしていかなければいけないと思います。
山谷君。私はこの法案をですね、石原都知事にも説明に行ったんですよ。まず開口一番、都が買うことを邪魔する法律じゃねえんだろうなって言うから、いやいやそうじゃありません、都が保有していただくその方向はそれでいいですと。しかし都だけでは守れるもんじゃない、やはり国がですね、さらに、基本方針の中で守っていくんだという、そういう法律なんですということを言いました。民主党は国家観がなく、外交防衛の基本方針がなく、したがってこの3年間でここまでひどい状況になってしまいました。国民の皆様は今考え抜かれて、国防は大事だなと、そしてまたもちろん近隣諸国と友好を深めながら、しかし主権領土を守る、これに対しては毅然とした対応、予算付け、法整備、これが大事だなと考えていらっしゃると思います。次の内閣ではそうした内閣を作っていきたいと思いますので、野田内閣には早期の解散を求めます。以上で山